はい、皆さんこんにちは、金沢のたかしです。今回はですね、皆さんバイク乗りの方とかトライク乗ってる方とかいると思うんですが、普段バイクのメンテナンスっていうか乗った後ってどうされていますか？まあ、そのまま放置の方もおられると思うんですが、私の場合はバッテリー充電器をかけて、まあ、保管している状態ですけど、中にはやはりバイクの充電器っていう持ってない方ってやっぱおられると思うので、まあ、長期ね雨とか降って乗れないとか、まあ、2週間以上1ヶ月とか乗れない場合とか、やはりバッテリー充電器持ってなかったらバッテリー上がりとか不安ですよね。そのためにはやはり私聞いた話なんですが、まあ、2週間に一度、まあ、エンジンをかける、これをまず徹底してもらうのと、あとはどっか走りに行って帰ってきた時には必ずガソリンを満タンにして保管をしておく、ここがやはり、保管していく上での重要なところかなと思います。でガソリン減ってなぜ満タンにするかっていう、保管するかっていうことは、ガソリンが半分に減ってそのままほっといておくと、ガソリンのタンクがやはりガソリン満タンではないので、そこからやっぱ水滴とか、まあね、溜まってサビの発生する原因、タンクがまあ錆びてしまうっていうことがやっぱ原因だっていうことはね、聞いたことがありますんでね、やはりその辺はやっぱ注意、ね、していただいて、必ず走ってきて帰ってきた時にはガソリンまあ半分になった時はやはり満タンにして保管をする。で、あとは2週間に1度とか、まあ、1週間に1度でもいいので、まあ、2、3分ほどアイドリングする、エンジンかけてアイドリングする、これをまあ徹底してもらえれば、まあ、バイクっていうのもまずあのバッテリー上がりっていうことでエンジンかからないとかっていう感じにはならないので、まあ、ここの辺だけはちょっとバイク乗りの方とか、ね、トライク乗りの方とかやっぱり気をつけていただく点かなと思います。私も素人ながらいろいろなちょっと話とか聞いたりしますんで、やっぱり大切に乗っているバイク、トライク、そこはやはり普段のメンテナンス等はやっぱりエンジンかけるとか、バッテリー上がりを防ぐためにやっぱエンジンかけるとかっていうことをやっぱりおすすめするかなって思いますんで、まあ、充電器ちょっと高くて買えないっていうことはやっぱりまめに1週間とか2週間とかまめにエンジンをかけてもらうっていうことを、おすすめになると思いますんで、その辺は注意していただきたいかなと思います。私素人ながらに、まあ、こういう知識しかないですけども、まあ、あくまでも参考程度に聞いていただいて、まあ、知らない方もおられると思いますんで、初心者の方とかもね、どうしたらいいかっていうことがあると思いますんで、もしね、こういうことでやっぱ迷ってるなとか、わからないなってことあったら、まあ、この動画を参考にね、また、メンテナンスをね、あ、こういうふうなことなんだっていうことをね、わかっていただければいいかなと思いますんで、またね、よろしくお願いいたします。で、あくまでもね、これはね、素人ながらの、話なので、完璧とは言えませんけども、まあ、ここはね、やっぱりあくまでも参考程度に聞いてもらうって形でね、またよろしくお願いいたします。はい、それではですね、最後までね、ご視聴の方ありがとうございました。じゃあねー。